ここでは、日本放送協会の各放送局で、地域情報番組を担当する、契約キャスターリポーターの一覧を示すとともに、単独記事にならないアナウンサーについては詳細に説明する。NHK の契約アナウンサーは、女性が圧倒的に多く、男性では、気象予報士、シニアスタッフを除けば、極めて稀である。 基本的に生放送の地域情報番組を中心に活動していることから放送の現場で活動するもので唯一平日のみであり祝日は活動しない近年は地方局を中心に正職員同様に土日祝日の地域ニュースを担当することが多い局間の移動や地方民放局からの移籍例ローカルタレントからの転身例もある NHK の聖職員は NHK のアナウンサー一覧やカテゴリー NHK のアナウンサー気象予報士はカテゴリー気象予報士その他のフリーアナウンサーはカテゴリーフリーアナウンサーを参照基本的に各放送局における契約先は放送部であるが NHK の母体3局については規模の大きさにより組織が細かく分かれており 担当する番組の種類によって所属が異なっている。また、後者に属するキャスターは、ほとんどが、他の地方局での勤務経験がある、は、外部事務所所属。なお、契約形態は、ほとんどのつぼねで、番組出演者契約となっている。首都圏放送センターと大阪局は、キャスターの個別紹介ページを設けていない。ただ大阪局は全員ではないが、 次局制作番組ページ内に出演者紹介として載っている場合がある。日本語センター。ありがとうございます。